いやもう正直、いやその相方は楽屋で泣いてたんですけど、もうその莫大な結果すぎて受け入れれてないんですよ、僕の体が今。だから全く泣いてないんですよ。その何が起こったかわからなくて、今もこれ全部ドッキリでしたって言われても、ほんま受け入れれるぐらいの、もう夢見てるみたいですよ、ほんま今も。はい、僕もそうですね、同じくあんまり実感がないかな。でもやっぱり嬉しいですね。まあほんま年号変わる前になんか取れてすごい嬉しいですね。もうなんかもう平成生まれで平成祭を取れる、なんか運命というか、なんか感じますね、そのよく取れたなみたいな。はい、新世代という感じで取り扱ってほしいなという思います。はい、いい感じです。はい、はい、ありがとうございました。よっしゃー、やったー、やったー。